どうですか、こう2人はなんか最近ライバルなんですか、ちょっとこう、まあ、うん、僕が勝手に言ってるだけなんですけど偏食なんですよ2人とも、うん、なんかもう好きなものしか食べないし、はいはい、うん、あのちょっと毛嫌いしてる食べ物も多い、うん、あとメンバーもみんな結構ガタイが良くて、うん、僕ら二人だけちょっと細いというか、はい、ちょっとシュッとしてる系で、ちょっと似てる部分が多いので、あの勝手にライバルって言って、うん、変色ってどれぐらいの、うん、ね、どのぐらいの変色なんですか。いや彼やばいんですよ、ルキがやばいんですよ。どんなもの食べるんですか。いや 僕でしたら、まあ、レン君の方がやばいんですけど、うん、まあ、僕は基本的にどんなもの食べる主食というか、俺チョコしか食わない人とかいるじゃん。あ、なんか僕それですね。あ、そうなの、はい、相当な変色ですよ。甘いもんチョコばっかり。僕レンはあのチョコとフルーツがあればもういいって感じ、あんまり。じゃあご飯というかお米とかはあんまり食べない。焼肉とイチゴがあったらイチゴを選びます僕は。それでもだいぶですね、うん、はい、イチゴ大好きです。ルキ君は。僕ルキはですね、うん、あのまあ俗に皆さんが結構カロリーが高いとか、はいはいはい、うん、まあ、あんまり体によろしくないんじゃないかって皆さんが俗に言うものしか食べない。どういうものですか。例えばジャンクフードとか、まあ、僕が好きなのはピザとか、まあ、ハンバーガーとか、うん、結構夜中とか別に関係なく、うん、結構行っちゃうというか、アメリカンスタイル。でも結構何ですか、体重を落とすの大変じゃないそれ。結構なんかメンバーはツアー前とか、うん、結構あの節制したりとかするんですけど、はいはいはい、僕は逆に食べないと、うん、みんなにこう合わないので、あ、うん、僕はなんか多分体質的にまあ2人なんですけど、はいはいはい、あんまり太りにくかったりとか、うん、あ、確かに見た目からはなんか全く想像できない、うん、全然なんかそんな感じしないね。結構そうですね、悪い食生活改善していきたいなとは思ってる、はい。